1>, 1、FC ・ウニオン・ベルリンは、ドイツの首都ベルリンを本拠地とする、サッカークラブ。ブンデスリーガに在籍する、ヘルタ・ BSC と異なり、旧東ドイツ地区のクラブである。東ドイツ時代は一部と二部を往復することが多く、カップ戦で一度の優勝、一度の準優勝を果たした。ドイツ祭統一後もカップ戦で準優勝を一度、経験している。 母体となるクラブは1906年に結成された。1922から23シーズンでドイツ選手権決勝まで進んだが、ハンブルガー SV に0から3で敗れた。当時は同じベルリン市内のヘルタ・ベルリンも、競合で1920年代にドイツ選手権を2度制している。第二次世界大戦後、東ドイツ政府の主導でサッカークラブの再編が行われ、 現在のクラブは1966年に発足した。東ドイツ時代に1967年から68シーズンのカップ戦で優勝したのがクラブ史に残る輝かしい記録である。1985から86シーズンのカップ戦でも決勝にまで進出したが、1FC ロコモティフライプツヒに敗れて準優勝に終わった。リーグ戦では 1970年の5位が最高位であった。1990年の東西ドイツ再統一後は、スポンサー難などに苦しみ、旧西ドイツのヘルタ・ベルリンが躍進する傍らで、低迷を続けた。しかし、2000から01のシーズンは、ウニオン・ベルリンにとって記念すべきものとなった。カップ戦において、レギオナルリーガーのクラブでありながら決勝まで進出を、果たし、 シャルケ0四に1対4で敗れたものの、クラブの潜在的な実力を示すことになった。同年には、レギオナルリーガで優勝を果たし、ブンデスリーガ2部へと昇格を果たした。2001から02のシーズンには6位につけたが、翌年の不振から3部へ、さらに4部へと降格してしまった。2006年、オーバーリーガの優勝を決めて、レギオナルリーガへと復帰した。2008年、 新設された、ブンデスリーが3部に所属することになったが、残り3節を残した時点で優勝を決め、2部に昇格した。2018から19のシーズンは3位で、VFB シトットガルトとの入れ替え戦に出場し、2試合合計、2から2の末に勝利して、史上初めての一部昇格が決定した。2019から20シーズン、ウニオンベルリンにとって一部リーグ初勝利は、 ブンデスリーが第3節ドルトムント戦3-1で、ウニオンベルリンが勝利した。初の一部でのシーズンは11位に終わり、残留を果たしたスタジアムの風景スタジアムの風景中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。10。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。イエンス・ケラー、ありがとうございます。